俺がトキコとカナエさんに告白されてから、あっという間に数週間の時間が過ぎていた。私はてっきり、千秋くんはトキコさんと付き合うものとばかり思っていたんですけど、どうして私の方を選んでくれたんですか？ああいえ、もちろん選んでもらえて嬉しいんですけど。それはそうと、疑問に思う気持ちも大きくて。なんで、ですか。確かに俺も少し、トキコと付き合った方が全て丸く収まるんじゃないかって考えたんですけど、それだとトキコのためにもならない気がして。全てというのは、トキコさんのご両親が京屋さんにお借りしたお金のこととかもですか？ええ。トキコはもう気にしてないとは言ってたんですけど、うちに来た理由も理由なのに、俺と付き合うといつまでもトキコからは親の借金のことは消えないでしょうから。ああ、だからですか。トキコさんが今京屋さんのお手伝いしてるのは、大体そうらしいです。父さんの方は返さなくていいって毎回言ってるらしいんですけど、トキコの方がどうしても借りた分は返したいって言ってるらしくて。本当に。会ったことのない友人のご両親のことをこういうのはあれですが、他人から借りたお金の方として血のつながった娘を差し出して消えるような親なのに、どうしてトキコさんはあんなにも心根の優しい方になれたんでしょうね。もともとそういう性質を持ってたのか、それとも俺たちが知らないだけで、トキコの血縁にそういう人がいたのか、どっちかなんですかね。まあ、もう俺たちにはトキコに直接聞く以外確認のしようもないですけど。ですね。それに、私たちは私たちでこれからやらないといけないことはたくさんありますから、トキコさんに聞けるのは、しばらく先になりそうですね。ですね。俺とカナエさんが付き合ったのはいいのだけれど、まだまだ問題は山積みだった。その筆頭が、これから話をしに行くカナエさんの父親のことだ。どうにかして性格や考えを矯正するか、もういっそのこと縁を切ってしまうか。俺としてはなるべく前者を取りたいが、どうするかは、今から話をしてカナエさんの父親の出方次第だ。私が千秋くんに振られて数週間が過ぎ、私は学校が休みの日は親の借金返済のため、京屋さんのお仕事のお手伝いをしていた。京屋さん。ごめんなさい。あの時の約束守れなくて。ああ。いいよ気にしなくて。っていうのは、トキコちゃん的には逆効果かな？でも正直俺は千秋はトキコちゃんと付き合うとばかり思ってたから、あの時あんなことを言ったけど、恋人じゃなくても、友人やそれ以上の関係として、千秋の近くにいてくれれば、俺はそれで十分だよ。本当なら、親の借金のことも気にせずに学生らしく暮らしてくれる方がいいんだけど。それは、できそうにないですね。でも、京屋さんのお仕事を少し手伝って私は買ったんです。私が千秋くんに向けていた感情は、異性としての好きももちろんありましたが、その大半は一緒にいて居心地がいいって感情だったんだって。これは俺の経験則から言うけど、一緒にいて居心地がいいっていうのは、立派な恋愛感情だと思うよ。恋人も伴侶もだけど、居心地の悪い相手じゃすぐに破局するから。あの、少しお話は変わっちゃいますが、京屋さんは、千秋くんのお母さんのこと、今でも好きなんですか？ああ、そりゃあもちろん。今までも、今も。これからも、俺は千秋の母親のことを愛してる。この仕事をしてるのが何よりの証拠。ん？それって、ある種の遺言っていうか、生前最後の約束っていうか、できるだけ助けを求めてる人には手を差し伸べてあげてって言われたから。千秋くんのお母さんって、どんな人だったんですか？端的に言うと、千秋の母親は、他人の痛みを分かって、寄り添うことのできるすごく優しくて強い人だったんだよ。そういう部分が千秋にも似て心底良かったって、俺は思ってる。私は京屋さんも十分以上に優しいと思いますよ。お、嬉しいこと言ってくれるね。ありがとう。カナエさんは、本当にあれで良かったんですか？ええ、これも父が今までしてきたことの結果ですから、父にはいい反省の機会だったんだと思います。あの後結局話は平行線を極め、カナエさんはお父さんとの絶縁を宣言してしまった。カナエさんがそう言うのであれば俺はいいんですが。いいんですよ。あんな父にまで千秋くんの優しさを与えなくても、自業自得の自滅なんですから。それはそうと、今日からまた千秋くんのお家で厄介になってもいいですか？それはまあ、構わないですけど。それじゃあ、気を取り直して早速帰りましょう。そんで、あの狸親父放っておいて帰ってきたって話か。いいね。カナエさんもまた家にいればいいよ。あ、ありがとうございます。これからまた一緒に暮らせるんですね。うん。これからまたよろしくね。トキコさん。こちらそこ、よろしくお願いします。あの日以降どことなくトキコが落ち込んでる気がしてたけど、元気を取り戻したみたいでよかった。ま、振った俺にトキコを心配する権利はないんだろうけど。ま、ともかく、また4人揃って俺は嬉しいよ。ということで今日は奮発して出前でも取るか。別に夜ご飯は俺が作るのに。たまにはいいじゃん。そんな父さんの強い願いで、今夜は出待てとなった。
その日の夜、俺が自室で眠ろうとしていると。千秋くん、起きてますか？どうかしました？あ、いえ。少しだけ不安と言いますか、私のあの選択は合ってたのかと考えていたら、眠れなくなってしまって、なので、今日は一緒に眠って、いいですか？わかりました。そう言うとカナエさんは俺のベッドに潜り込んできた。あれだけ自業自得と言ってはいたが、カナエさんも実の父にああ言ってしまったことを後悔しているのかもしれない。後悔してますか？してなくはないって感じですね。まあもう、後悔しても遅いですけど、私は私の言葉に責任を持ちたいので、撤回ややっぱりなしとは言えないですし。でも、やっぱり。そう言いかけ、カナエさんは声を押し殺し泣き出してしまった。大丈夫ですよ。カナエさんは一人じゃないんですから、家族。とはまだ言えなくとも、俺がそばにいますし、時子や父さんもいるんですから。ありがとう、ございます。その日はそのまま泣いているカナエさんと一緒に眠りついた。こう思っちゃダメなんだろうけど、あの時時子を選んでいれば、こうなることも、カナエさんが悲しむこともなかったのかもと思うけど、後悔しても時間が戻ることはない。だから、俺はカナエさんにお父さんと縁を切らしてしまった責任を取り、この先の人生をカナエさんと一緒に歩んでいくことを心に誓う。もし仮に、時間を巻き戻して選択をやり直せると言われたら、今と同じ選択をするとは断言できないけど、今は、今回はこれで良かったんだと思う。